戦況はどうです？勝利の見込みは？負け戦だ。行く手には暗い絶望しか見えない。我が軍は隊列も乱れ、破滅に追いまくられている。何か策はあるか？どこへ逃げればいい？逃げても無駄だ。敵は飛ぶように追ってくる。味方の力は弱り、追撃から逃れる術はない。優しい天よ、微笑んでくれ。出なければ厳しいしよ、打ちのめせる。ならば我々の血も大地に飲ませ酔わせてやる。俺の馬は殺す。自ら態度を立つのだ。立ち止まりはしない。死によってこの目が閉じるか、あるいは運命が復讐の手立てを授けてくれるまでは。おお、高貴なウォリック、お前を抱かせてくれ。この疲れ果てた腕に涙がこぼれそうだ。若い一族の春が時ならぬ冬に断ち切られようと思うと。さあ行こう。今一度ご兄弟にお別れを。ごきげんよう。さあ、クリオード、貴様一人を群れから離して追い詰めた。こっちの腕は、亡きヨーク公爵のために、こっちの腕は、ラトランドのために復讐を果たす。貴様が鉄壁に囲まれていようとも。さあ、リチャード、これで二人きりになれた。これは貴様の親父ヨークを刺した手、これは貴様の弟ラトランドを殺した手だ。そしてこの心臓は、二人の死に外貨をあげ、貴様の親父と弟を殺した両手に向かって、貴様も同じ目に合わせてやれと励ましている。さあどうだ。消えゆく雲が明るさを増す光と競い合う明け方の戦いにそっくりだ。羊飼いが指先を息で温めながら、もう朝かまだ夜かと迷っている時刻のようなもの。大海原が潮流に勢いを借りて風と争うように、今形勢がこちらになびいたかと思うと、同じ海が風の怒りに押されて退却するように、もうあちらになびいている。ある時は海が勝ち、ある時は風が勝つ。今一方が優位に立つと、すぐに他方がそれをしのぐ。双方が胸突き合わせ勝利者になろうと戦っているが、まだどちらが勝者か敗者か決着はつかない。両軍互角の激戦だ。神よ、朴訥な羊飼いの暮らしの方が私にはよほど幸せに思います。今の私のように丘の上に腰を下ろし、日時計の目盛りを一つ一つ丹念に刻みつけ、それを見て時の歩みを知る。何分でちょうど1時間になるか、何時間で丸1日になるか、何日で1年が終わるか、何年で人の一生が尽きるか、それが分かると時間を振り分ける。何時間羊の世話にかけるべきか、何時間休息すべきか、何時間瞑想につけるべきか、何時間楽しい気晴らしにかけるべきか、何日経てば雌羊は子を孕み、何週間経てばその無垢な生き物が子羊を産み落とすか、何年経てば羊の毛が刈り取れるか、そんな風に何分何時間何日何週何ヶ月何年かがそれぞれの使命を帯びて過ぎていき、やがて白髪頭を静かな墓に送り込んでくれる。ああ、なんと甘く素晴らしい人生だろう。無邪気な羊たちを見守る羊飼いに、三差しの茂みが落とす日陰は、進化の謀反を恐れる王たちを覆う
豪華で刺繍を施した天蓋よりもはるかに心地よいのでは。そうと1000倍も心地よい。そこには気苦労裏切りが貸し付いているのだから。どんな風が吹いたって誰かの職にはなるもんだ。俺が殺したこの男だって、いくらかの金を持ってるだろう。今をたまたま俺がこいつから頂戴するが、日暮れ前に命と一緒にこの金を他の誰かに奪われるかもしれない。この死んだ男と同じように。誰だこいつは。神よ、この顔を燃やした。そうとも知らずに殺してしまった。こんなことになるなんて。そうか、俺は王の命令で召集されロンドンからやってきた。親父はボリック伯の家来だったから、伯爵の命令で召集されヨーク側の兵士としてやってきた。そして俺は親父の手から命をもらったのに、俺の手で親父の命を奪ってしまった。お許しください神様、知らずにしたことです。いえ、してくれよ親父。あんたのとは知らなかった。お前、いくらかでも金を持ってるなら俺によこせ。厄介も切りつけてやっと買い取ったんだからな。どれ、顔見せろ。こいつは敵か。俺の一人息子だ。神よ、この悲惨な時代を憐れみたまえ。なんという残虐行為の数々を、この非常な戦争は毎日生み出しているのだな。すがね、お前に命を与えるのが早すぎた。お前から命を奪うのも早すぎた。親父を殺したとしたら、おふくろ狂ったように俺を同じにそれでも許しはしないだろう。世界を殺したとしたら、女房は滝のように涙を流し、それでも許しはしないだろう。これほどまでに父親の死を悔やんだ息子がかつていただろうか。これほどまでに息子の死を嘆いた父親がかつていただろうか。これほど国民の不幸を悲しんだ方がかつていただろうか。お前たちの悲しみが大きい。では私の悲しみはその10倍だ。親父、あっちへ連れて行くよ。思いっきり泣きたいんだ。せがれ、あっちへ行くな。やってろ。俺は殺したならもの殺してしまった。逃げて父上、逃げてください。三方はみんな逃げました。森川丸で竹に立つし、狂ったように暴れています。さあ早く
死神が追いかけてきます。馬に乗ってあなた、エドワードとリチャードは2匹の猟犬そのもの、まるで怯えて逃げ惑うノウサギで身につけたかのように、ランナーと光目に怒りをみなぎらせ、先立つ手に剣を握りしめ、すぐそこまで迫っています。だから逃げて、急いで。私も連れてってくれ。ここで俺のろうそくは燃え尽きる。ここで消えるのだ。燃えているうちはヘンリーを照らしていたが、ああランカスター家よ、俺が恐れるのはお前の滅亡だ。俺の体と魂が別れ別れになることなどどうでもいい。ヘンリーよ、ヘンリーよ、お前が王らしく、つまりお前の父君のように君臨し、ヨーク家に譲歩してさえいなければ、奴らが夏のハエのように増殖することもなかったろう。俺にしろ、この不運な王国の一万の男たちにしろ、その死を悼む未亡人を後に残さずに済んだろうし、お前自身今この時も玉座についていただろう。こんな愚痴を言っても始まらない。俺の傷は治しようがないからな。無慈悲な敵は哀れみをかけはしないだろうし、俺も哀れみをかけてもらえるようなことはしていない。無数の致命傷に風が湿る。出血がひどくて気が遠くなる。来いよく。俺の胸も切り裂け。さあ一息つこう諸教。幸運が休めと命じ、戦争の険しい顔を平和の和やかな表情にしろと言っている。兄さんの部隊は血に飢えた王妃を追撃しろ。あの女はヘンリーをいいように引きました。王だというのに。ところで諸教、クリフォードも一緒に逃げたと思うか。いえ、逃げるのは無理です。何しろリチャード様が墓場行きの印をお付けになりましたので、どこにいようと奴はもう死んでいるはずです。誰の魂だ？重苦しい別れを告げたのは。見てみろ、誰だ。もう戦いは終わったのだから、敵であれ味方であれ丁重に扱ってやれ。その慈悲深い宣告は取り消してくれ。クリフォードだ。我々に向かって死の歌ばかり歌いやがって。ようやく死がこいつの不吉な脅しを止めてくれる。縁起の悪い予言を吐くしたももう何も言えまい。意識もないらしい。何か言え、クリフォード。誰が話しかけているかわかるか。死の来る雲が命の光を覆い尽くし、もう何を言っても聞こえないようだ。聞こえていればな。いや、ことによると聞こえるのに死んだふりをしているだけかもしれない。クリフォード、慈悲を超え、だがくれてはやらないぞ。クリフォード、悔い改めろ。だが無駄だぞ。マーガレット隊長どこだ。お前を守ってくれるんだろう。いつものように悪手をついたらどうだ。リチャード、悪態一つ出ないのか。ひどい世の中になったものだ。クリフォードが友人に対して悪態一つつこうとしないとは、おかげで分かった。こいつは死んでいる。
この謀反人の首は、お父君の首があったところに晒しましょう。尺には尺を、首には首をだ。さあ、エドワード。ロンドンへ凱旋し、イングランド国王エドワード4世として即位なさるのです。ウォリックはそこから海を渡ってフランス王の元へ行き、ボーナ姫をお妃にと申し出てきます。そうすれば両国の絆も固められましょう。フランスが味方につけば、チリジリになった敵が再起を図っても恐れることはありません。私はまず戴冠式を見届けてから、このご婚儀の件成就させてまいります。ご依存がなければ。ありがたい。お前の思い通りにやってくれ、ウォリック。私の王座は、お前の肩にかかっているのだから。これからは、お前の助言と同意のない場合は、何一つ実行に移すつもりはない。リチャード、お前をグロスター公爵に処す。ジョージはクラレンス公爵だ。なるならクラレンス公がいい。ジョージがグロスターだ。グロスター公爵というのは縁起が悪すぎる。バカなことを言いなさるな、リチャード。グロスター公爵におなりなさい。さあ、ロンドンへ。ご兄弟それぞれが、栄えある地位を手になさるのです。茂みの陰に隠れていよう。おい、じきに鹿の群れがこの牧場を横切るはずだ。ここに身を潜めて待ち構え。群れの親玉に狙いをつけよう。誰か来たぞ。通り過ぎるまでじっとしてよ。逃げたところで居場所はないのだ。懐かしい私の国。ここはもうお前の国ではない。お前の玉座は乗っ取られ、お前の王爵はもぎ取られ、戴冠式でお前に注がれた精油は洗い流されてしまった。もはやひざまずいてお前を帝王と呼ぶ者はいない。正しい裁きを願って押し寄せる民衆もいない。そうとも、お前に救いを求める者など一人もいないのだ。この身一つ救える者がどうして人を救える。おい、こいつは前の王じゃねえか。え、とっ捕まえようや。辛い逆境を進んで抱きしめよう。それが最も賢明な道だと賢者も言っている。王じゃん。何クズクズしてる。人らいよ、うん、ちょっと待て。もう少し聞いてみようや。キサキと息子はフランス王のところへ救援を求めに行っている。噂によれば敵の将軍ウォリックもフランスへ行き、王の妹ボーナ姫をエドワードの妻にと願い出ているそうだ。この噂が事実なら、キサキを息子よ、かわいそうに。お前たちの努力も無駄だ。ウォリックは雄弁な策略家だ。キサキが亡き、ヘンリーは廃位されたといえば、ウォリックは微笑み、エドワードが即位したという。ああ、哀れなキサキが悲しみでそれ以上何も言えずにいると、その隙にウォリックは悪事をきれいに取り繕い、強力な議論をとうとうと展開する。結局彼は王の妹の婚約をはじめ、いろいろな約束を餌に王の心を掴んでキサキから引き離すだろう。ああ、きっとそうなる。かわいそうに。マーガレット、お前は息も帰りも孤立無援だ。おい、あんた何者だ。王だのキサキだのと言ってるが、見てくれ以上生まれ以下のものだ。少なくとも人間ではある。それ以下にはなりようがないからな。人間誰でも王の噂をするだろう。私がして何が悪い。ああ、まあな。だがあんた自分が王みたいなこと言ってたぜ。
そう、私は王だ。心の中ではそれで十分だ。王なら王冠はどこだ。そうだ、私の王冠は胸の中にある。頭の上にはない。ダイヤモンドやインドの宝石で飾ったものではなく、目に見えもしない。私のは満足という王冠だ。この王冠を享受する王は滅多にいない。なるほど、満足って王冠をかぶった王冠。だったらその満足って王冠もあんたも満足して俺たちについてこい。そうだ。だってよ、こうしてみるとあんたはエドワード王に廃位された前の王だ。で、俺たちは新しい王に忠誠を誓った進化だ。だからあんたを王の敵として逮捕する。だがお前たち、立てた誓いを破ったことは一度もないのか。ない、これまで一度もない。今もその気はない。ない。私がイングランド王だった時、お前たちはどこに住んでいた。この国さ、今住んでるところだ。私は生後9ヶ月で精油を塗られ王として即した。私の父も私の祖父も王だった。そしてお前たちは私に忠誠を誓った臣下だった。どうだ、これでも誓いを破らなかったと言えるのか。言えるね。俺たちが臣下だったのはあんたが王だった時だからだ。そうだ。では私は死んだのか。愚かな、お前たちは何を誓ったかも分かっていない。見なさい、私がこの羽を向こうへ吹こうとすると風がまた私の方へ吹いて起こす。私が吹けば私の息に従い、風が吹けば風に従って向きを変え、常に勢いの強い方の言いなりになる。お前たち平民の軽薄さもこの羽と同じだ。だが誓いは破れな。どうせ私が穏やかに頼んだのでは、お前たちが誓い破りの罪を犯すことはない。どこへなりと連れて行け。王が命令されるのだ。お前たちが王になって命令すれば私は従う。俺たちは王の忠実な臣下だ、エドワード王の。だがまたヘンリーの進化になるだろう。ヘンリーが今のエドワード王のように玉座につけば。神と王の皆において命令する。俺たちと一緒に役人のところへ行くんだ。神の皆において連れて行け。お前たちの王の名にも従おう。神の御心をお前たちの王に実行させなさい。神の御心には私も慎んで服従しよう。